シャックルフォード軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は3378人であり、2000年の3302人から2.3%増加した。軍庁所在地はオールバニ市であり、同軍で人口最大の町でもある。シャックルフォード軍は近接するテイラー軍の軍庁所在地、 アビリーン氏からは北東に位置している。シャックルフォード軍は1874年に設立され、軍名はバージニア州の医者であり、テキサス革命では自費で兵士に装備を備えさせた、ジョン・シャックルフォード博士にちなんで名付けられた。シャックルフォードは兵士に赤い制服を着せたので、その部隊はシャックルフォードレッドと呼ばれるようになった。百六十七年に設立された歴史ある。 グリフィン取り出が軍内にある。毎年6月最後の2週末、オールバニのプレイリー劇場で、シャックルフォード軍民が演出する、ウェスタンミュージカルの、フォートグリフィンファンダングルが開催されている。プログラムは毎年変わっている。1938年に始まり、テキサス最古の屋外ミュージカルと言われている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は916平方マイルであり、このうち陸地914平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.17%である。軍の教育は、下記の教育学区が管轄している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。